おお、いっぱい、すごい、めちゃめちゃ、めちゃくちゃいっぱい、嬉しい、嬉しい。え、じゃあ今手挙げてなかった人はこの人たちどんな衣装で出てくるどうした、どうした急にりんちゃん暑そうだなみたいな風に思えてたのかな、恥ずかしい。そうですね、あの先ほどにもあったように2008年は私たち、あの、うん、もう一回行きましょうか。もう一回行きます。もう一回行きますか。いい感じだね。さっきあのエリーが話してたように、2008年はここで AKB48 がステージに立った日じゃないですか。うん、そうだね、うん。その日、私たちエリー、まず行かないですね。行かないですね。この4人は、エリーさん何をしてたかなっていうふうに。思うんですけど、はいはい、ランちゃんはみんなはなんだっけ、4歳だった、4歳、5歳、うん、5歳ですかね、はい、4、5歳の時は私はちょうどダンス始めて、2年目ぐらいとかそんなんでした。もう 1,2 年経ってんの。そう、4歳で始めたんで5歳は、そうですね、すごい、ちょっとダンス楽しくなってきたかなぐらいだと思いました。あのネモホモルーマンのバキバキのダンスにつながっていくんだね。、はい、楽しかったです。確かにね、ロックダンスかっこいい。里根は、私はその頃は何してたのかなと思って記憶ないんですけど、まあ、そうだよね、4歳とかでしょ。確かに、記憶ないよ、5歳、うん、なんか着せ替えシールとか流行ってた気がします。あ、かわいい、交換してた。私たちが4歳でミヨンさんたちって、私たちは小学5年生、5、6年生ですね。そう、りんちゃんだけ実は1個年上なので、ここの4人は。そうなんですよ。結構、そうなんだ、年離れてるんですね、私たち。そう、なんか年離れてる。なんかすごい、さっきも里根にニコニコしながら、あ、なんかじゃあみーおんさんたちとは小学校も被らないんですね。うわーっと、ミリ被るだろ。みーおんさんよ、里根。そこまで離れてないけどね。え、あっちの3人は当時何歳？4歳。え、7歳。サバ読んじゃダメでしょ。ごめんなさい。そうね、7歳ぐらい。7歳か。小学校1年生とかですか。1、2年生ですかね。何してたんですかね。男の子みたいだった私は。あ、そうだよね。髪が短くて、駆け回ってました、うん、そうなんだ。はい、横井ももダンス歴はあった？いや、なんで、私ダンスは小学校3年生から始めたので。そうなんだ。そうなんですよ。なんか全然ダンスとかも始めてなくて、あ、ピアノちょっとやってましたね。そうなの？すごい、意外、はい、多彩だね。こっち側は、こっち側、小5、小6世代は、え、私はすごいなんか一番人生のピークが小5だと思ってて、何のピークか、すごい学校が楽しかった。まあ、AKB 入ってからのピークはもっとあるけど、そこまでの人生だったら小5がマジ楽しくて、だからそれこそなんかグリーンの奇跡が流行ってたのが、その時だったりとか、なんかなんだっけな、W ベースボールクラシックみたいな、なんかそういうやつあるじゃないですか、あの野球の番組を学校の先生が授業中なのにみんなで野球見ようぜみたいな感じで、そうテレビで野球見せてくれたりとか、すごい楽しいクラスでした、小5。そうですね、もう全然覚えてないけど、私喧嘩ばっかりしてたな。この格好で、この格好だとこういう風になっちゃうけど、何喧嘩、あの、なんかそのこっちはこっちで遊ぶ約束してたのに、なんでそっちでなんか自分が知らない間に約束して遊んでるのみたいな、可愛い喧嘩ですよ。こっちじゃないですよ。びっくりした。この格好で喋ってるから、そんな。茨城のヤンキーだ。違う。そこ笑いすぎだから。めっちゃ笑ってんじゃん。大喜びしてる人いる。違うもん。なるほど。小田さんは？私は13年前 AKB の握手会に初めて行きました。いい話じゃん。誰？ゆきりんさんです。ゆきりんさん。ゆきりんさん。ゆきりんさん、まだまだかな。まだかな。そうなんですよ。どんな話したかとか覚えてる？でも私なんかコミュ障すぎて、あみたいにしか言えなかった。でもなんかありがとうみたいな感じで言ってくれました、ゆきりんさん。だよね、めっちゃ覚えてる。嘘だ、よかったね、覚えてるって。めっちゃ覚えてるわ。さあ、ということで、さっきのみんなも話してましたが、今回のユニットは年齢順なんですよね。そうです。なのでエンドロールのみんなは、はい、はい、
なかった。え、知らなかった？ほんとそう、はい、そうそう、年齢で決まって話したじゃん。え、たまたまだと思ってた。年齢とか、そういうことだったかな。だから4人は同い年なんだよね。そうなんです。19、20です。はい、19、今年になる年、今年はパワーカで、こっちは一番上から3人、うん、そう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 、そうです。20、今6です。26、え、そうなの、結構若いんだね。え、そうですよ。なんかこっち側かと思ってた。確かに。だから私も今回、あ、ついに私もここに入るんだって思いました。上から3番目。上から3番目でした。26、はい、28、うん、ふんふん。いやいや、いや、もうそれしかない、それしかないみたいな。30ね。そうそうそう、なの。そう、じゃあさ、その同い年4人のエンドロールは どんな感じだったの、はい、うん、なんかうまくいくんだね。でも身長が同じくらいで、うん、本当だね。そうなんです、バランスがそう、めっちゃいい、良かったなっていうのと、うん、ひーちゃんは昔ね、うん、そうなんです、私は結構チームエイトの全国ツアーでは、うんうん、もうめちゃめちゃの回数でやらさせてもらってたので、うん、久しぶりにできてすごく嬉しかったです。じゃあ年季入ってる。年季入ってる。ひよこちゃんとひーちゃんの2人で最初ずっとやってたんですよ。そうそう、そう、2人バージョンで。そうなんです。2人バージョンで、2人バージョンでずっとやってます。ダンスメンバー、すごい珍しい。すごい上手だな。あとは、うん、あとはですね、ミッキーは、私はエンドロールは大昔に一回全国握手会でやったことがあるんですけど、その時は自分で振り起こしをして出てったので、そう、今回初めて振り入れさせていただいたのと、あとは今回私以外全員チームエイトさんだったので、確かに、そう、ちょっと緊張しながら出ました。緊張する。そうなの。そうなんです。優柔不断。あと私たち優柔不断なんですよ、すごい、はい、みんな、そう、いや、でも私だけ即決できます。即決。え、なんで？もうおかしい。ミユは結構おかしいんです。私もやっと今回のライブで下を見よう、やばいなって気づいた。あ、なんでですか？そうそうそう、知らなかった。え、あの、悪い情報はやめてくださいね。いや、私はね、ミユと結構仲いいから、はい、結構あのやばいなって思っててんけど、昨日もちょうど LINE してた時、怖い怖い、はい、結構夜だったんですよ。で、明日楽しみだねみたいな話をしてたんですけど、はい、そしたらなんかもう1時間前から布団に入ってるのに眠れません、はい、眠れないのでおでん食べますって言ったんですよ。いいじゃん、いいじゃないですか。いやいや、なんかいいじゃないですか。ホットミルク飲みますとかならわかるやん。おでん食べるんやと思って。こんなところで言わないでくださいよ。もう私言ってるんですから。私もいい。お、はい、なんかさ、ちょっと前からスカートひらり1曲目あって、はい、スカートひらり朝9時からやった時あったじゃん、レース早くて、はい、で、下尾さんが、まあ、寝坊したわけですよ、その9時の時。あ、それ寝坊だったんですか。うん、そう、あ、そうそうなの。あれ、やっぱってた。で、それでマネージャーさんがに多分電話したら、はい、あの、はい、すいません、寝坊しましたって、はい、で、え、じゃあそれが多分9時前ぐらいで、え、じゃあ何時に来れるのって言ったら、12時に行きます。え、ちょっと待って待って待って、9時の前に寝坊して説明させてください。12時に行きます。説明させてください。何しようとしてるんですか。これは、これは、はい、説明させてください。あの、飛行機じゃないんですよ。あの、これは説明させて、あの楽曲の振り入れでなんか分かるやつとかを、うん、あの、たまになんか分かるから、うん、ちょっと、うん、あの、うん、行かずに、うん、次の振り入れから参加しますって人いるじゃないですか。だからそれで結構あの、いろんなメンバーやったことある楽曲だから、うん、皆さん、うん、分かるから大丈夫ですって言うかなと思って、うん、で、次の振り入れが12時からだったんです。なるほど。だから、うん、次の振り入れからちゃんと参加しますっていう意味で言ったんですよ。だって、いや、全然言い訳ない。でもその全員名前書いてあったじゃん。いや、でも本当に全員って書いてあった。寝坊した私が本当に悪かったです。それで、はい、本当にすいませんでした。かわいいなと思って、はい、かわいいなすいませんでした。はい。で、こっちは、はい、レディキュアデをやったわけですよ。はい、そうね。そうですね。なんか、レッスンでもうさ、うん、あの、上からの3人だなって感じがもう出ちゃうわけよ、やっぱ。やっぱ、なんか、そんなことないよ。いや、いなかったじゃん。確かに優しい。いなかったじゃん。本当だけど、誰今言ってた。誰ですか。なんか、本当に覚えられないんだよね。いや、覚えられなかった。レディキュアデ、そんなエンドロールに比べたらそんな難しくないのに、うん、全然難しくない。もうマジで覚えられなくて、でも覚えられなくても、うん、なんかそれっぽくできちゃいましたよね。そうそう、みんなごまかすのが上手くなってるから。そうそう、でも今日は私はできたよ。今日はできた。私もできました、できました、うん、だから本番には調整
整してくるタイプ。そうそう。レッスンの時本当に誰かしら、あ、ここポッとできる。